幸広へ、1948年11月15日から2011年9月7日は日本のバドミントン選手。世界一に4度君臨したバドミントン女王。夫は演歌歌手の新沼健次。広島県秋群海田町で生まれ、1歳で岡山県岡山市に移った。採用女子高等学校3年の時、高校総体で初優勝。 日本女子体育大学2年だった1969年、全英オープン選手権女子シングルスで初優勝を果たすと2年連続を含む、計4度優勝。全英オープンは1977年に、世界選手権が創設されるまで事実上の個人の世界選手権だったので、世界一に4度君臨したことになる。この偉業を称え、持ち回りの準銀制優勝プレートの永久保存を、 許された。1971年には、高木の子とのペアで、全英オープンのダブルスでも優勝している。バドミントンが、公開競技として行われた1972年ミュンヘンオリンピックでは3位となった。また、世界女子団体選手権も3度制覇、全日本総合バドミントン選手権大会でも5年連続を、含む6度の優勝を飾り、 1960年代から1970年代にかけて女子シングルスで圧倒的な強さを見せ女王の損傷付きで呼ばれた。1981年、現役を引退。1986年、バドミントンを通じて知り合った演歌歌手の新沼健二と結婚。日本女子体育大学バドミントン部監督としても活躍した。2002年、 日本人選手初の国際バドミントン連盟の伝道入り。山口県下松市では、毎年、雪広へ配送脱バドミントン大会が開催されている。2011年9月7日、工場洗顔のため、東京都内の病院で死去。62歳没。谷は東京都大田区の臨海斎場で営まれ、夫の新沼が模試を務めた。改名は、羽鏡院検出。 白招大師、ありがとうございます。